イラストレーターによる、セイモスの写真工学偵察任務の実行予想図セイモス、もしくは、サモス計画とは、アメリカ合衆国の偵察衛星である。1960年代初頭に開始され、比較的短命に終わったこのスパイ衛星シリーズは、初期型ゆえに不具合が多発した KH-7、ギャンビットシステムの代用品としても使われた。偵察任務は、 極周回低軌道からのフィルムカメラとテレビジョンサーベイランスにより行われた。撮影した画像は未現像のままのフィルムを容器に詰めて大気転載突入させるか電波に乗せてアメリカ合衆国本土内にある基地へ無線伝送することで行われた。セイモスが最初に打ち上げられたのは1960年のことであるが1963年までには 作戦上重要ではなくなっていた。すべての衛星はバンデンバーグ空軍基地から打ち上げられた。セーモスは機密指定を受けていない文章の中で使われる用語として101計画および201計画という名でも知られている。アトラスロケットによるセーモス衛星の打ち上げ1956年、セーモスはアメリカ空軍により WS-117、 L 偵察防衛計画の一部として始められた。1958年5月、アメリカ国防総省は WS-117L 計画を ARPA へと移管することを指導した。セイモス開発計画の中で最も重要な部分は、セイモス E、セイモス F、さらにセイモス H の3つの計画であった。1958年のアメリカ国会予算請求にて、 WS-117L は、米空軍から米ドルにして108ドル、200万ドルの拠出を受けた。セイモスに対して、空軍とアッパーは FY1959 で82.9合衆国ドルを合同で出し合って、この計画のために資金を費やした。FY1960 では163、900万ドル、費やした。 1960年10月から1962年11月にかけて少なくとも11回の打ち上げが実施された。計画の一部は未だに国家機密情報のままで保留されている。一般的にはこの計画がキャンセルされた理由は撮影によって得られた画像の質が残念なほどに低劣なものであったからであろうと思われている。この計画はアメリカ空軍によって指揮。 実施された。しかし、本計画は CIA が中心になって行われていた他の偵察衛星計画であるコロナ計画よりも見劣りのするものであった。少なくとも、この人工衛星には2つの違う世代が開発され、少なくとも4つの違うタイプのカメラが使われた。計画が始まったばかりの時期には、その着想にはフレームリードアウトカメラを使用することが含まれていた。 フレームリードアウトカメラで写真を撮影し、読み取りした画像を電波によって地上局へと送り届けるのである。このシステムは明らかに煩雑で故障の頻発するものであった。それゆえ、セイモス計画ではフィルムリターンシステムも一緒に開発せざるを得なかった。この計画ではカメラ部分と写真フィルムが軌道上で衛星から放出され、パラシュートで大気圏内を ふわふわと降下し、地上へ帰還し、回収された。フィルム返却を伴う、このシステムは、1970年代にデジタル画像化能力を持った、キーホール11県南偵察衛星が現れるまで、偵察衛星がミッションの成果物を地上の画像解析部署に届ける手段としては、ごく標準的なものであった。E-1 び E-2 カメラは、 読み出し法を用いた E-3 タイプのカメラについての情報はほんの少ししか判明していない E-3 カメラは結局のところ開発がキャンセルされたこのタイプは高い解像度があったようであるあとの E-6 タイプによって取って変わられたかもしれない E-4 カメラはその初期段階において比較的低解像度の地図制作法としての用途に 使われることを計画されていた。しかし、それは KH-5 アルゴン衛星が担当することになり、その機能はキャンセルされた。E-5 及び E-6 カメラは後期の衛星打ち上げで現れたパノラマ形式のフィルムカメラであったが、ほんの極少数だけしか使われなかった。E-5 は後に短命に終わった。 KH-6 ランヤード計画で使われたカメラに相当するものと考えられたことがある。あるいくつかの衛星は、いわゆるフェレット装置と呼ばれるものを搭載していた。これは、電子通信を提示することで情報をフェレッティングするために制作されたものであった。これらの情報活動を指す、もっと現代的な用語には、信号情報という言葉が使われる。計画の終盤には、 衛星はフェレット装置だけ搭載し、カメラなどの画像撮影装置を全く抜きにして打ち上げられた。フェレットシステムは2機種が開発され、それぞれに回 -1 よび回 -2 と名前を付けられた。追加された各種ペイロードは時として衛星に組み込まれて打ち上げられた。そのほとんどは宇宙空間における核現象を解明するため、宇宙という環境について究明し、 将来の衛星が宇宙飛行にとってよりよく設計されたものにするために搭載された科学研究用の装置だった。打ち上げられた衛星はその質量は 1845kg から 1900kg までいろいろな値に富むものであった。セーモス2号は太陽動機軌道に投入された世界初の衛星であった。セルゲイ・フルシチョフは彼の回顧録の中で彼が セイモス衛星だと信じている物体の部分的回収について書き記している。しかし、回収された日付は、セイモス計画が始まる前の冬であった。第2のフィルム回収カプセルは1961年、初め頃に回収されたが、その装置は地元の農民たちによって分解されており、フィルムは観光し、ソビエト連邦が衛星の撮影能力を正確に見積もることができなかった。 それは、セイモス衛星であったかもしれないし、そうでなかったかもしれない。ジェラルド・ケイ・ヘインズ・デベロップメント・オブ・ザ・ギャンビット・ヘクセガン・サテライト・リコネッサンス・システムズ・ナショナル・リコネッサンス・オフィス・2011年10月8日、閲覧。ABC ・ジェナ・ビル・ザ・エンサイクロペディア・オブ・ユーエス・スプスクラフト・エキスター・ブックス・ニューヨーク isbn 例から六七一零七五八ゼロ二 p 百三十セイモスハットジョナサンマクドウェルザヒストリーオブスプスフライトセイモス planet 四五八九ドット org 二千七年六月九日閲覧セイモスロックヒードミサイルズアンドスペースディビジョンサテライトシステムズブリーフィングパートツーザセイモスプログラム。 スペースミサイルシステムズ・オーガナイゼーション・エア・フォースシステムズ・コマンド2016年1月14日、閲覧。クロノロジー・オブ・エア・フォース・スペース・アクティビティズナショナル・リコネッサンス・オフィス2011年7月13日、閲覧。セイモス・オニアゲナ、AA ドローイング・ハット、セイモス・オニアゲナ、BA ドローイング、ABZIANET.comTheHigh Ground セイモスアーカイブド2007年5月21日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、ABC ・ウェイド、マーク、エンサイクロペディア・アストロノタカ・セイモス・ハット・ウォーカー、DMC、セイモスに、オービット・ディターミネーション・アナリシス・アット31、にレスポンス、例に、1980。ありがとうございます。